換気扇の音がすごいですけど、きやめちゃんありがとう。皆さんこんばんは、中村舞です。どうこう、なんか低いんだよな。こんばんは。こんばんは。こんばんは。じゃん。今日は3連休の最終日ということで、皆さんは何をしていますか？早い。夜配信どこから？私今東京にいます。東京の今お仕事が一個終わって、でなんかちょっと会社みたいなとこがあるんですけど、これワークスペースっていう、なんか何ですか、どこに入ってやってるんですけど、ちょっと30分ぐらい時間があるということなので、ちょっと配信しようと思って、時間があったので配信してます。はい、皆さんちょっとなんかカメラの角度が、お疲れ様。そうなんです。そう、個室めっちゃちっちゃい、あのボックスの個室でやってます。緊張した。ありがとう。今日はね私服でね、ありがとう、ありがとう。そうなんですよ、今日は東京、似合う服嬉しい。なんかね、ちょっと肩が出たワンピースなんです。ちょっとあんま見えん。これかわいい、お話し会でも着たい。じゃじゃーん、じゃじゃじゃーん。結構ロングのスカートのワンピースで、なんかこれ取り外しできるんだけどね、この白のワンピースにこのビスチェみたいな着てる。かわいい、ありがとう。今日泊まり、そう今日泊まりなんですよ。また夜配信できたらしますね。ちょっとホテルにまだ帰ってないんですよ。なのでちょっと今はここから愛媛行こうか迷ってます。来て、絶対に来て、絶対に絶対に来て、うん、来て愛媛来て、お願い。室温、あ、いい感じ、あったかいよ。香川経由？あー、だからさ、岡山が前日にあるからね。そうだよね、どうやって愛媛に行くかになるよね。いや、みんな岡山にも来る想定で考えるっていう、ちょっとなかなかの、私が今鬼スケジュール。でもきっとそういう方もいらっしゃるだろうなと思って、夜公演はそんな遅くならないようにしようねって話してます。
なので、はい、どの回がおすすめ、もう全部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 スタンディングかあの座りかはちょっとまだ確定してないので何とも言えないんですけども、どうするかねって感じなんで、そうまたちょっとこれは分かり次第という感じですね。ちょっとみんなねスタンディングきついよって人結構多いですよね。それはねめっちゃ分かります。クッキーありがとう。愛媛公園が昼からなら朝一の岡山から愛媛のバスに乗れば間に合うよ。いやもうこの人はきっと全部行く気満々ですね嬉しいです。そう バスがあるのか。岡山で泊まるか、確かに愛媛で泊まるか。今日一人なの、孤独だから付き合って一人だとマジでなんか何しよっかなって感じ。ずっとゾゾタウン見てるか何してるかな。最近はなんか曲とかも聴いてるけど、ありがとう。寒いですか。うん、外は寒いけど、鼻がシュンシュンです。おすすめの曲、でもおすすめの曲っていうか、なんか私の曲なんかその48グループの知らない曲がまだいっぱいあるので、ちょっとそれをいっぱい聴いてる感じですだから多分みんなの方がいっぱい知ってる。私もまだ知らない曲がたくさんあって、だからいっぱいなんかいろいろ曲を聴いたりしてます。うん、なんかさ私は結構歌詞タイプなんですけど、メロディーから入るタイプっていうよりかはこの歌詞いいなって感じなんですけど、なんかねよしらん、いやいっぱいあるもんね。瀬戸利は決まってる。いや瀬戸利はね、沖前公園ですか。ドラさんコンサートはちょっとまだなんですけど、沖前公園はもうほぼほぼって感じです。メロでもね、メロから入る人結構多いよね。なんか全くないわけじゃないんですけど、なんか少ないんだよな、メロから入るタイプの曲が。なんか私曲を覚えるのがめちゃくちゃね遅くってさ、何回聴いても覚えなかったりするんだけどさ、そう多分
こう歌えるようになるまでとかめっちゃ遅いタイプです。僕は味塩からヘタレが好きになりました。あのヘタレたちは別に味塩全く関係ない曲なんで、はい私が勝手にやってただけなんでね、全然関係ないですよ。歌声好き、嬉しい。今でも鼻声だよ。鼻声、歌声。ああ。バレンタイン、あ、明日、え、明後日、え、今日12か、13、14、バレンタインデーだって。バレンタインか、作らないとね。作りたい。14日は家いるから作ると思う。何する？配信でなんか作る。でもな、何がいいかな。チョコ作る？うん。チョコ作る。簡単なの作りたい。フォンダンショコラ？昨日作ったよ、フォンダンショコラ。カヌレ、むずそう。でもね、昨日作ったフォンダンショコラはもうクッキングスタジオの人が、はい、それではこちらを混ぜてください、はい、それではこちらをここに移してくださいって、もう全部、もう全部準備されてたから、もう混ぜて、なんか作って型入れて、でそれでは焼きますね。でも本当にもう自分の力ってか、なんか自分でなんか材料をこう測ったりしてるわけじゃないんで、助けられましたよ、めちゃくちゃ。うん、かけ、ありがとう。鼻水が止まらん。花粉症。常にさ、この辺に鼻水が出てる感じがすごいするわ。だからいろんな人に今鼻水出てますかってめっちゃ聞いてる。鼻すすった時の首がセクシー。え、どういうこと？え、これ？なんかどこ見てるんだ。いやあんまいないよ、ここ見る人。ニッチね。私ご飯食べてる時のこめかみ見るの大好き。それと一緒だよね。だからご飯食べてさ、咀嚼してる時さ、こめかみがさ、こうめっちゃ動く人とかいるじゃん。あれ見るの大好き。それと一緒だよね。
ト。こめかみフェチ。よく見てた。マイキュー、こめかみ、あ、私これがあるからね、触覚があるからね。じゃあまず大丈夫かな。メイクありがとう。でもね、すごいよ、なんかね、ボックスみたいなとこにいるの。空調の音？あ、そうそうそう、音がね、すごい気になる？蛍光灯が多いから、いや、この辺に反射してるところで？これ？確かに、ここ広い。しかもなんかテントみたいなのがいっぱいあるの。テントがある会社。なんか本当に、キャンプ。テント。テントが、テントがあるんですよ。キャンプができるオフィス、マジでそう、本当に映ってないかな、テント映ってないな。今時のオフィス、前もここで配信したことあるかも。ほんとバーベキュー始まるよ、ここで。ありがとう。でもね、今日はね、3連休の、まあ、最後の日ということでね、誰もいません。みんなお休みかな。誰もいないです。今日は新幹線が結構混んでましたね。3連休だからなのかな。夜ご飯食べた？まだまだだよ。誰もいない。マネージャーさんがいます。ラーメン？いや、私ね、そう、東京来たら一人でよくラーメン行ったりするんですけどね、今日はね、食べないかもしれません。ラーメンね、すごくかわいい、嬉しい。全身をこうバッて見せたいのにね、ちょっとね、あんまりちょっと見えないんですね。私服、私服。え、ちょっとかわいい子の服。結婚式に参加中かって聞いた。違います。お話し会できた。私さ、お話し会で着る時の服、大体さ、初めて着る服
にしてるんですよ、なんか基本は。なんですけどね、着たことない服を着るのがね、結構お話し会では多いんですけどね、今度着たい。あ、そういや、なんかね、今度の25だったっけな、お話し会はドラさんお揃いです。ありがとう。リピートしてほしい服も多いけどね。じゃあこれもちょっとリピートしよう。リピートしちゃおう。25は、うん、そう、ドラさんお揃い。24はコスプレでもしよっかな。唐突なコスプレ。なんかさ、コスプレ家にまだね着てないやつがねいっぱいあってさ、ちょっとどれか着ようかな。って感じです。どんなのがあるか、メイドさん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 、いや、じゃあオンラインもしようかな。いや、待って、メイドさんじゃないのもあったんだけどね。ね、ちょっと待ってね。なんだっていうの。うん、全部メイドさんなわけじゃないんですけどね。来週もオンラインありますよ、18日。お話し会もね、なんかいつも、CD がこうリリースされるって決まった時に、話し会半年先まであるなんて考えられないなって思うんですけど、半年先のことなんか考えられんなって思うんですよ。でもね、マジであっという間に過ぎてくから、本当に。ありがとう。うん、残り少ない。動物系のコスプレは、いや、持ってないことはないんですけどね。ネックレスかわいい。今日の服と合うね。いいね。今も違う、こうやってやったら、あ、反射してないわ。寒そうって言われる。うちのね、白のね、
モコモコ最強があるから大丈夫なんですよ。これさ、ソラハとお揃いなんだよね。お揃いにして買ったわけじゃないんだけど、お揃いだった。なんか最近白い服にめっちゃハマってて、白ばっかり着て、すぐこぼすのに。そうなんですよ。なんかね、韓国でね、この辺にトッポギつけたんですよ私。でも染み抜きしたら綺麗になくなったけど、私もこの辺本当になんか赤いもうピシャーってついて超ショックだったトッポギのなんか赤いやつがついてね、なんか事件みたいになってたんですよ。白はね、なんかつけた時にめっちゃ目立つ。でも綺麗に取れました。もう今や跡形もなく。すごい、今日みんながめっちゃ褒めてくれるんだけど、なんて美だって。今日なんかいい、なんでそんなにか、なんか背中も可愛いんだろうな、そのなんかすごい嬉しい嬉しい、もういっぱい褒めてくれて、背中もいや、そどうだろう、分からん、どんな感じかな。あ、結構セクシーでした、開いてた。確かにここはいい。髪の毛も巻いてます。なんかね、なんかしてます髪の毛。褒めて伸びる、そうですよ。助かるで、札ついてるで、え、嘘だよね、本当にね、札ついてそうだからやめて、え、嘘だよね。私めっちゃ確認したもん今日ね、札ついてないか。これなんかこの妹分が昇格しましたねってコメント、何ですか妹分って、なんか妹分って、あれですね、 2.5 期生のみんなが昇格した、ついていきましたよ。中村萌衣もあのニュースにちょっと昨日寝てて置いていかれてたんで、本当に配信のコメントで知って、え、どういうことどういうことってなって、もうもう終わりましょうねってちょっと終わります、急遽。あの、じゃあまたちょっと後で顔出すと思うんで、はい、ちょっともう一回行ってきますね。ということでちょっと壇上を読みます。493、舞さんのことが好き、好き93、山道さん、もさん、どうやって読むか分からん、ポンタさん、流れ物さん、くまねパパさん、ひろみんさん、きのぺこさん、福太郎さん、シーサーさん、ココさん、よっちゃん、513、ありがとうございます。ということでちょっと
はい、時間が来たので私は行ってまいります。あ、このちょっと休憩時間にありがとうございました、見てくれて。じゃあちょっと行ってきます。ありがとう。またメールでも送ります。またね。3210 9バイバーイ。